ADMJTV 小林です。はい、稲垣です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃん。すごいね。贅沢ですね。贅沢だもん。これは贅沢。もうそれしかない。はい、イタリアタブルのメッシュ、はい、ナイロンとコットンで出来上がったメッシュに、はい、なんとスワロスキーソーイングをふんだんに、はい、つけさせていただきまして。もうやめなよ。はい。何でしょう、やめなよって。何やってんだよ、本当に。マレット社に別注したトリコロールのグログランリボンをハンドルにつけました。つけました。あ、で、ハンドル、ここには。そうですね、あの、はい、シュリンクレザーの補強がございまして。はい、それは蓋にも使われて。はい、で、はい、こんな配色になっています。やっぱ軽いんですね。はい、で、このフォルムはやっぱりちょっと、こう、カゴバッグに、うん、フューチャーしている感じですけれども、はい、でも本当にカゴバッグにはないこう軽さだとか持ちやすさっていうのがありますので、うんうん、痛さもないからね。カゴバッグ時々あのなんかピンク出ててトゲ刺しちゃう、痛い、刺さったみたいな割れてきたんですよ。トゲ刺しちゃうみたいなのがありますけれども、はい、やっぱりこの軽くて使いやすい、はい、あのそしてラグジュアリー感がある素材っていうのがおすすめなところだなと思うんですが、うん、これから続々春夏になってね持ちたい。これはもうちょっと大変な騒ぎになりそうな、かわいい。キラキラ好きの方は絶対的にキラキラを選んでお帰りになりますからね。うん、でもあのスワロフスキークリスタルのこうをキラキラと呼ぶのは、うん、あ、もう申し訳ない、はい、失礼に当たりますか。そう、やっぱりオーストリアのスワロフスキー社 の、うん、あのどれだけ秘密主義かって、この前オーストリアの社員の方が ADMJ のショールームに来たんですけど、あのデザイナーが工場行きたいなって言って、うん、ああ僕たちでも入れないから君は入れないよって、そのぐらい秘密なんですって。そうなんだ。限られた本当に少ない人だけが工場に入れて、うん、そのぐらいやっぱり秘密主義、だから、うん、このやっぱりじゃあ他ではない、うん、何とも言えないこの内側から来る光、七色、うん、クリスタルの中にあの鉛のを入れていきながら、あのほらそういうあの含んでる割合とかがあるんだ。そう、そうなんです。それでこのキラキラが出ていて、私たちが使っているのは、うん、裏にこうちょっとこうフィルムが貼ってあって、それの光でこうキラキラするようになって、そこに2つ穴が開いていて、それを職人が針と糸でソーイングしていくんですけれども、うんうん、やっぱりスワロスキー社のこうこのシックなきらめきって、このクオリティ、うん、あのこのタブル社のこのメッシュがクターってなったり、ちょっとアンティークになった時にスワロの輝きは変わらないんですよ。あ、すごいね、うん、それもまた何とも言えない味わいになってきますよね。だから例えばこのパーツがアクリルだったりすると曇ってくるじゃないですか。あ、なるなる、なる、うん、あのね、確かに本物たちって、うん、時が数年経った時にその差を出し始める、うん、そうですね、確かにダイヤモンドも真珠も全てそうですよね、うん、そう、だからその経年変化がこう、うん、なんていうんですかね、こういい感じに経年変化して柔らかくなってきた、ツヤが出てきたりするものと変わらず、このきらめきが上品に輝くものとのこの時差が生まれるじゃないですか、はいはい、物に、うん、物に時差が生まれた時にその感じがまたたまらない、うん、いやー大変、もう今買っとかないとこれダメだ。そうですね、うん、なのでこうこれがキラキラって、あ、そういえば最近スワロスキーのクリスタルバックデビューですよね。とうとうデビューしちゃったんですよ。ちょっとあの顔に似合わずすいません。ちょっとやっぱりなんかね、もう求めたくなるのはこれ乙女だったんだな私ってちょっと思ったんですけど、いやテンション上がります ね、うん、ね、すっごくあのこの間の回でもお話ししたけど、はい、やっぱりもうそれを持って天気のいい日に、うん、周りにこの私から放つ虹色の光どうよこれみたいな、私のオーラじゃないのバックのオーラなんだけどね、すごいよ。でもそう、なんかそれがきっかけで、はい、あの全く見ず知らずの人とお話が生まれたりとか、うん、あの本当にこういろんなコミュニティができたりとか、はい、あのもうあの実は角川 の、 あの書店の作家さんの中で、はい、西原愛香さんっていう作家さんがいるんですけど、すごい ADMJ のバッグを愛用してくださっていて、いろんな業界にいらっしゃる、はい、あのそれで特にスワロスキークリスタルのバッグが、はい、お好きで、あの
マンションでエレベーターに乗っていたら、絶対今まで声をかけられたことのないような素敵なご夫妻に、あなたのバッグ素敵ね、どちらで買えるのっていう声をかけていただいて、本当にハッピーになったっていう話があるんですけど、その方本当にあの人とどういうふうに巡り合って自分の人生がハッピーになるかっていうあのセミナーをやってらっしゃる方で、すごい若い方なんですけどね。でもそんな彼女でさえもやっぱり自分が持っているもので、そう人とのこう絆が生まれて、同じ建物に住んでらっしゃる、そんな素敵な方に自分が声がかけられるようになったんだっていうふうに、やっぱりこうバッグとかお洋服、やっぱりパッと見た第一印象ってすごく大切なことですよね。そうですね、うん、本当になので、うん、こうバッグってやっぱ体の中心に持つものなので、そこを気を抜かずにこうお客様 の, あの人生の中で選ぶ選択をして、こういうバッグを一つ選んでいただいて、こう持っていただくとまた何かが広がる可能性があると思いますので、はい、ぜひこのバッグも、はい、皆さんの人生のまた違うところを、ね、扉を開けるバッグになるかもしれません。ぜひお好きな色をお選びください。すいません、そういうつもりじゃないんです。そういうつもりじゃないんです。でも本当にそのぐらいあのこう広がる可能性があるバッグだと思いますので、はい、ぜひこの軽さと柔らかさと、そうなんですよ、柔らかい、この軽さと柔らかさを、はい、お選びいただいて、あのぜひね、暖かい季節に楽しんでいただく一品になっていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。